はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、比例反比例の第14回目というところで、反比例のね、グラフをね、書き方ね、これをちょっとやってみたいと思います。で、まあ一つですね、ここにね、反比例の式ね、用意してます。y イコール x 分の12ね、こちらのグラフをね、ちょっと一回この表を完成させて、ね、グラフここにね、書くというのをね、やっていってみたいと思います。はい。では早速ですね、とりあえずこのね、またね、あの比例の式の時と同じようにね、表ですね、この反比例の式の表をちょっとね、完成させるとね、そこからやってみたいと思います。はい。で、まあ、まずね、x がマイナス6の時、y がいくつになるかっていうと、これ12、ね、をマイナス6で割ればいいので、マイナス2ですよね。マイナスの2と。で、マイナス5の時は、まあ、マイナス5分の12でもいいし、よいしょ、分数で表すとですね、マイナス5分の12とね。で、まあ、小数で表すとマイナスの 2.4 になりますよ、とね。で、続いて、4の時は、まあ、12割るマイナス4なんで、マイナス3ですよね。で、12割るマイナス3なんで、マイナスの4と。で、マイナス2の時は12割るマイナス2なんで、マイナスの6ね。まあ、マイナス1の時は12割るマイナス10、マイナス1なんで、マイナス12ね。で、次が問題なんですけれどもね、x が0の時ね、何になるかわかりますかね。12割る0ね。これ、小学校の頃にやったと思うんですけど、0割る12っていうのは、ね、0個のものをね、12に分けても0ですよってね、計算できました。でも逆ですね。12割る0っていうのは、これ計算できないですよっていうことでしたよね。こっちの、割られる数が0はね、いいんですけれども、割る数の方に0が来てしまうと、これ計算できませんよってね、いうのがありましたよね。なんでここね、x が0になったらね、12割る0計算できないので、まあ、ここは、ね、なしと。ね。反比例の式では、x が0の時の y の値はないと、ね、いうことになります。で、続いてじゃあ、1の時ですね。まあ、1は同じですね。こっちのマイナス1の時と同じように12割る1するから、12とね。で、2だったら12割る2で6、x が3なら12割る3で4、x が4なら12割る4で3、ね。x が5だったら、まあ、さっきのこっちと同じですね。小数で、分数で表すと5分の12、小数で表すとプラスの 2.4 とね。で、6の時は12割る6で2とね。あと続きますよという形になっていきますね。で、じゃあですね、今度はこの x と y のね、組み合わせを、こちらですね、グラフで、ね、点で書き入れていきたいと思います。じゃあまず x がマイナス6の時、y がマイナス2なんで、1、2、3、4、5、6、ここですね、マイナス6の時、まあ、マイナス2なんで、マイナス1、マイナス2とね、まあ、ここら辺になりますよとね。で、次、x がマイナス5の時はマイナス 2.4 なんで、マイナス5の時ですね。x がマイナス、y がマイナス1、マイナス2、y がマイナス3だから、マイナス 2.4 ですよね。マイナス5分の12はね。だからちょうど、マイナス2とマイナス3のね、ちょっと間ぐらいなんで、この辺に点を打っておきますね。続いて、マイナス4の時、マイナス3なんで、マイナス、x がマイナス4の時、マイナス1、マイナス2、マイナス3なんで、ここですね。次、x がマイナス3だったら、y がマイナス4の時なんで、マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4。ここになりますよね。続いて、x が、マイナス2の時はマイナス6なんで、マイナス2の時は、マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5、マイナス6なんで、ここになりますね。で、マイナス1の時は、マイナス12って、この辺になりますよね。もう、下ね、ないので、まあ、マイナスね、1になる前に、マイナス1の前のところのね、まあ、この辺ぐらいで、ね、ずーっとあと下にこう行って、マイナス1の時はマイナス12のところまで行くよっていう感じですね。こんな感じですね。そして、ですね、これは、ね、まあ大体ちょっと見てわかるように、こんな感じでね、曲がった線になってますよね。で、これをね、
こう綺麗にこうつなげていくと、点をつなげていくと、ちょっとこんな辺だった、こんな感じでね、つなげれますよとね、点をですね、こういうね、反比例の式ですね、点をこうつなげていくと、これ曲線になりますよとね、これまあマイナス6とかマイナス5とかマイナス4とかね、なんだろう、1単位でずっとねやっていってるんですけど、これをもっとね、例えば 0.1 単位でずっと点を細かく細かく打っていくとね、もっと綺麗な、ね、曲線がこういう風にね描けていくよ、そういう点が集まって曲線を作ってるよとね。じゃあ次はこっちのプラスの方ですね。0の時はもうね、ないんで、プラスの時見ると、今度は1の時12なんで、どうなるかというと、1の時12なんで、またこの辺になりますよ、とね。で、書けないので、ね、じゃあ2の時だったら、x が2だったら6になるので、x が2の時、1、2、3、4、5、6で、こうになりますよね。で、x が3だったら4なんで、1、2、3の時、y が1、2、3、4、ここですね。で、x が4の時、y が3なんで、1、2、3、4、x が4の時、y が1、2、3、ここになりますよ、とね。で、この時は、まあ、2.4 でしたよね。5分の12なんで、2.4 なんで、3と2の間ですね。まあ、この辺ぐらいになって、x が6の時は、2とね、こんな感じになりますね。で、これもずっと繋いでいくと、また曲線な感じで、こういう具合になりますよ、とね。で、x が1の時は12でこの辺になるので、まあ、そこに向かってこんな感じで書く、ね。で、こっちもね、こんな感じでちょっと進んでいくよ、ね、いう感じになります。よろしいでしょうかね。これがね、y イコール x 分の12のね、グラフになりますよ。ね、見てわかる通り、x がマイナスの時はね、こちら側にこういうふうにね、曲線ができて、で、x がプラスになるとこちら側にね、こういうふうにね、曲線ができるよーとね、このね、原点のところでこうね、こうなんか向かい合う形で曲線がこういう風に書かれるね、こういうグラフの形になりますね。いいですかね。で、じゃあね、いくつかちょっとね、練習したいと思います。で、ここの問題で上の表ね、まあこれね、これを、ね、使って、まあ、次の反比例の式のグラフを書きましょうね。x 分の6っていうのと、マイナス x 分の6ってね、y イコールマイナス x 分の6っていうね、この2つのね、反比例の式のグラフをちょっと作ってみたいと思いますね。ちょっとこれ消しますね。よいしょ。一旦消して。じゃあね、ちょっとやってみたいと思います。まず1番ですね。y イコール x 分の6っていうことなんで、まあ、ずっと当てはめていくと、6ですね。6で、x にマイナス6が入るので、6割るマイナス6っていうことで、マイナス1になりますよ、とね。で、5だったら、分数で表すとマイナス5分の6。ね、まあ、これも小数だったら、6割る5して 1.2 なんで、小数だったらマイナスの 1.2 とね。で、マイナス4だったら、6割るマイナス4したら、4分の6で、マイナス2分の3とね。まあ、これも小数だったら、マイナスの 1.5 になります。で、続いて、マイナス3だったら、6割るマイナス3なんで、マイナス2。マイナス2だったら、6割るマイナス2なんで、マイナスの3と。で、マイナス1ね、6割るマイナス1だったら、マイナスの6と。で、さっきと同様ですね。0は、ね、6割る0できないので、ね、ここね、y の値は、0の時はないですよ、という形になりますね。あと同じように、x が1だったら、ね、6割る1して、y の値は6、ね、2だったら6割る2して、y の値は3。3だったら6割る3で2。4だったら、さっきと一緒ですね。4分の6は2分の3になる。小数だったら3割る2して 1.5 になる。で、5だったら、6割る5なんで、まあ、小数だって分数で表すと5分の6ですね。小数だと 1.2 と。で、6だったら6割る6で、1ね。まあ、こういうふうな形になりますよ、ね。で、また同じように、ちょっとね、こちらに、
点をね打っていきます。マイナス6の時だったらマイナス1なんで、マイナス6の時マイナス1で、ですちょっと色を変えましょうかね。ここですね、マイナス6の時マイナス1ね。でマイナス5の時はマイナス5分の6、マイナス5の時はマイナス 1.2 だから、まあ、ちょっとマイナス1より下の方ですね。でマイナス4の時はマイナス2分の3だから、マイナス4の時はちょうどマイナス1とマイナス2の真ん中ぐらいですね。マイナス 1.5 なんでこの辺になりますよと、ね、でマイナス3の時はマイナス2なんで、マイナス1マイナス2マイナス3、 X がマイナス3の時に Y がマイナス1マイナス2なんでここと。で次が X がマイナス2の時はマイナス3、 Y がマイナス3なんでマイナス2の時ですね。 X がね、Y がマイナス1マイナス2マイナス3で、ここになりますよとね。で次 X がマイナス1の時はマイナス6なんで、マイナス1マイナス2マイナス3マイナス4マイナス、マイナス6で、ここになりますとね。であとはこれね、ずっと曲線でつなぐとこんな感じですね。ちょっと汚いんですいませんね。ちょっとここをこんな感じで切って、ちょっとこんな感じですかね。で、あとはですね、こっち側ですね。よりこっち側に行くとちょっとね下の方に行くんでこんな感じですね。で、マイナス1からこっち側どんどん上に上がっていくのでこんな感じで、終わらせるね。で、これがね、このマイナス側ですね。この y イコール x 分の6のマイナス側ですね。で、同じように、こちら側ですね。このプラス側ね。こちらを見ていくと、x が1の時、y が6なんで、1の時、6で、まあ、この辺ですよ、とね。で、2の時は3なんで、2の時、1、2、3、ここですね。3の時は2なんで、1、2、3の時、1、2、ここですね。4の時が2分の3、つまり 1.5 なんで、1、2、3、4、y が、1と2の間 1.5 なんでこの辺ですよとね。で5の時は5分の6で 1.2 なんで 1,2,3,4,5 X が5の時 Y が1のちょっと上ぐらいに 1.2 なんでね。で X が6の時は Y が1なんでちょっとこの部分消してここですね。 X が6の時 Y は1なんでこことね。でまた同じようにちょっと曲線でこんな感じでつないで、ね、ここから先はちょっと下にこう下がっていくね。ここより上はちょっと上にこう上がっていくという感じで終わらせますよ、ね、これがあの丸1ですね。 Y イコール X 分の6、この青で書いたのがちょっと書いておきますね。この丸1ですね、これが、Y イコール X 分の6のね、反比例のグラフになりますよ。さっきと同じようにね、原点で向かい合ってるようにね、二つのね、曲線がこういう風にできてますよ、と。で、今度は、逆っていうか、マイナス X 分の6ですね。をちょっと見ていきたいと思うんですけど、まあ、これ今度マイナス X 分の6なんで、まあ、わかると思うんですけど、Y の値がね、今度逆になりますよね。X が、マイナス6ならマイナス6割るマイナス6だから、ここがプラス1になりますよね。X がマイナス5だったら、マイナス6割るマイナス5なんで、ここプラスになって、ここもだからプラスになる、ね。で、同じように、マイナス4だったら6、マイナス6割るマイナス4なんで、ね、2分の3、ね、もしくは 1.5 と。全部こうやってね、プラスになっていくと。で、ちょっとここね、全部じゃ消していきましょうかね。マイナス3ならマイナス3、マイナス6割るマイナス3なんで、プラスの2になって、こうなくなりますね。マイナス2ね。マイナス6割るマイナス2だったら、プラスの3ですよ、とね。で、マイナス6割るマイナス1も、これ、プラスの6、ね。こんな感じですね。で、今度は、ね、逆に、こっちですね。X が、プラスの時に、ね、Y の値マイナスになりますよね。だから、もし1だったらマイナス6割る1だから、ここが、マイナスの6になる、ね。まあ、2だったら、マイナス6割る2なんで、ここはマイナスの3。3だったら、マイナス6割る3なんで、ここがマイナスの2。マイナス6割る4っていうことなんで、4の時ね、マイナス2分の3、もしくは、こう、小さいですけど、マイナス 1.5 ね。で、X が5の時だったら、これもね、マイナス6割る5なんで、マイナスの6分の5とね、
マイナスの 1.2 ですよ。で、最後6の時ならマイナス6割る6で、これもマイナス1とね、ちょっと見にくいんですけど、ね、さっき書いたやつね、y イコール x 分の6とね、この、x がマイナスの時全部ね、プラスの値になって、x がプラスの時全部マイナスの値で、y がマイナスの値になるよ、というところですね。ではですね、これも同じようにね、またこっちのグラフにね、書いていきたいと思います。で、まずマイナス6の時1なんでですね、マイナス6、ここですね、x がマイナス6の時、y が今度プラスの1なんで、こことね。で、x がマイナス5の時5分の6ね、1.2 なんで、この時、マイナス5の時1のちょっと上ぐらいとね。で、x がマイナス4の時、1.5 なんで、マイナス4、ここですね、時、1と2のちょうど間のこの辺になりますよ。で、x がマイナス3の時、y が2なんで、マイナス3、ここですね、の時、1、2とここになるよと。で、x がマイナス2、ここですね、x がマイナス2の時、y が3なんで、2の、マイナス2の時、1、2、3、ここですね。で、x がマイナス1の時は6なんで、マイナス1の時、1、2、3、4、5、6、ここになりますよとね。で、ここでちょっと曲線結びますね。こんな感じで、こうなって、で、ここから先ですね。ちょっとこっちに行きながら上に上がっていく。こっちもちょっと下がりながら、左の方に進んでいくと、ね。こんな感じになります。で、今度は、x がプラスの方ですね。x がプラスの方から行くと、x が1の時マイナス6なんで、この1の時、マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5、マイナス6、ここになるよとね。で、x が2の時、y がマイナス3なんで、マイナス1、マイナス2、マイナス3とね。で、x が3の時、マイナス2なんで、マイナス1、マイナス2。で、x が4の時はマイナス2分の3。つまりマイナス 1.5 なんで、4の時、マイナス1、マイナス2で、ちょうどこのね、間、マイナス 1.5 なんで、この辺とね。で、x が5の時は、マイナス5分の6で、ね、ちょっとここ数字消すと、マイナス5の時ですね。プラス5の時、プラス5の時、マイナス 1.2 なんで、マイナス1よりちょっと下のこの辺ですね。最後、x が6の時はマイナス1なんで、x が6の時、マイナス1、ここですね。で、これもまたね、曲線になるように、こんな感じで結んでね。で、これちょっとね、こっち側ですね、左に行きながら上に行くとね、こっちも、ちょっと上に上がりながら右に進むっていう感じで終わらせます。そしたらこれがね、y イコールマイナス x 分の6ですね。この丸二の反比例のグラフになりますよ、と、ね、いう形になりますね。で、まあ、これですね、ずっとね、今見てきた通り、反比例の式ですね。反比例の式、この y イコール x 分の a のグラフは、2つの何々だね。例えば例題のこれだったら、これとこれですね。2つのこれ何かとね。丸1だったらこれとこれ。丸2だったらこれとこれっていうふうに、2つのね、これ、直線じゃなくて曲がった線、曲線ですね。曲がった線、曲線なんで、これ、2つの曲線であるとね。で、こういうふうにね、二つの曲線、この、こう、原点ですね。原点とこう、向かい合うようにね、できているこの二つのこういうね、曲線のことをね、なんていうかというと、これを、双曲線と言いますね。この双の字はね、双子とかのね、双子とかね、そういう時にね、使われる言葉なんで、まあ、二個ってことですね。二個の曲線っていう意味ですね、この、原点で向かい合っている、まあ、2個の曲線で、まあ、双曲線と、ね、いう言い方をしますよといいでしょうかね、まあ、今回はねちょっとね大変だったんですけれども、まあ、こうやってね表を書いて、ねこの表の点をねこの図に書き入れてで反比例の、ね、グラフを書くっていう作業をしてきました、ね、で次回でですね今回ただねもうちょっとこうやって表を作って点を書き入れて、ねこの双曲線ですね反比例のね、グラフを書くよっていうところで終わったんですけど、ね、この反比例のグラフのね、まあ、まとめっていうか、どういう特徴があるのかとかね、そういうの辺をね、説明していきたいと思います。まあ、次回の動画もね、ぜひ見てください。では今回これで終わります。どうも、ありがとうございました。